大河地上の戦いは、戦国時代の A62 年に、伊勢国大河地上で行われた合戦である。終わり国の戦国大名、織田信長と伊勢国の国士である、北畠智則、久保親子との間で行われた。1567年、織田信長は、神戸愚瀬、長野郡富士を下し、北伊勢の八軍を支柱に収め、残る南伊勢五軍を支配する国士大名。 北畑家と対立していた。北畑家の当主は北畑具房であったが、実権は隠居した前当主、北畑具教が握っていた。1569年5月、木造上主木造具星が、源の清院次元と、つんげともの検索により、小田川に着く。小田川の武将、滝川和松の長略であった。対する、具教は5月12日。 木造城を奉仕攻撃するも、滝川、神戸市、長野市の援軍もあり、8月に入っても木造城は持ちこたえていた。同年8月20日、上落戦を終えて、美濃に戻っていた信長は、総勢7万と言われる軍で、岐阜を出陣。23日、木造城に着陣した。北畠軍はすでに囲みを解いており、1万6000の兵を点検の要害である。 大川地上とその市場に分散させ牢城していた。大川地上の北畠軍の兵数は約8000であったと言われる。8月26日、小田軍の木下秀吉が朝霞城を攻撃、落城させる。信長は他の市場は放置し、大川地上へ向かった。8月28日、小田軍は四方より大川地上を包囲し、 城の周囲に獅子垣を二重三重に作った。九月八日、信長は、庭長秀、池田恒沖、稲葉両通に用地を命じる。しかし、雨が降り出して鉄砲が使用不能になったため、交代した。翌日九月九日、信長は、兵糧攻めを狙い、滝川和松に命じてた芸城を焼き打ちさせる。さらにその近辺にも放火し、住民を、 大川地上へと追い込んだ。この後、一ヶ月ほど間が空く。滝川一正が、マムシ谷から攻め込んだが失敗に終わったというが、詳細は不明である。10月3日、小田家と北畑家は和睦した。この時の和睦の条件は、という、小田川に有利なものであった。大川地上を明け渡し、愚狂は霧山城に近い山勢間、愚望は坂内城に移ったものの、 少なくとも4年後の天正元年9月まで実験を保ち続けた。なお、谷口勝弘は、信長の北畑氏との戦いはむしろ、信長方が次第に劣勢となり、足利義明の仲介で和議に入ったとする説を出している。また、久野正氏は、信長が茶船丸の入り、次を強要したことで義明の不快感を招き、信長と義明の対立のきっかけになった事件とする。 見方をしている。谷口勝弘、信長と将軍、吉明中央公論新社、中高新書、2014年、区の2015、足利義明政権の研究。ありがとうございます。